テイラー・ミシェル・モムセンは、アメリカ合衆国の女優、ミュージシャン、モデル。テレビシリーズ、ゴシップガールのジェニー・ファン・フリー役や映画、グリンチのシンディ・ー・フ役、スパイ・キッズに失われた夢の島のアレクサンドラ役などで知られている。また、ロックバンドプリティ・レックレスのボーカル検索士を務める。本人及び本国での発音は、モムセンとなる。 ミドルネームのミチェルは大天使ミカエルに由来する語で、ロック好きの父のファーストネームマイケルでもあり、誕生日が同じミック・ジャガーになずらいてつけられた。テイラー・ミックとも呼べるため、ローリング・ストーンのメンバーだったミック・テイラーからももじっている。ミズりリ州セントルイスで、父マイケル・モムセンと母、コレットの間に生まれた。妹のスローン・モムセンも女優である。 ローマカトリック系のルルドカトリック学校に通い、メリーランド州ポトマックに引っ越した後は、ハーバート・フーバー中学校に通った。その後、15歳で高校を卒業し、ニューヨーク市の演劇の専門学校プロフェッショナルパフォーミングアートスクールに通い卒業。2009年、オンラインカレッジに移り、言語科目を選択。継続、または終了したかは、2019年現在不明確。 アートスクールでは、モダンファミリーのサラハイランド、ゴシップガールのコナパオロと同級生であった。グリンチや、スパイキッズに失われた夢の島などの映画に出演。2007年放送開始のテレビシリーズゴシップガールのジェニー・ハンフリー役でブレイクする。幼い頃から、美少女であったも無線は親に連れられ2歳で、フォードモデル事務所に契約。当初はスチール写真モデルだったが、 おしゃべりのやまないもむせを見た、誰かがもムせンの母に違うカメラの方が良いかもしれないと勧め、わずか3歳で、シェイク、エヌベイクというフライドチキンの CM で1996年にデビュー、クラフト、スライスチーズの CM、2009年のナイキでの巧みな、スタントすり替えで話題になった CM や、2010年の MTV のハロウィンウィークエンド等を撮ったりした。 子役の仕事は楽しかったものの、働きたがる2歳児などいない、仕事ばっかりでまともに学校に行けず友達もいなかったため、子供ではなかったと後に告白。喋る前に歌っていたというモムセンは、5歳で作詞、スタジオに出入りしていたが8歳でアルバムは作れず、3から12歳までダンスをしていたため8歳の頃には、ブリトニー・スピアーズに振り付けをした。急に背が伸び出し、バレエしか踊れなくなり、 クラシックにも飽きたためダンスをやめ、生まれた頃から父の影響で聴いていたロックに今まで以上にのめり込んだ。8歳の時からギターを学び、2009年15歳で別のバンドにいたイタリア系の友達男子3人に手伝ってもらい、自分のバンドザ・レックレスをスタート。商標問題からかなり初期の段階で現在のザ・プリティ・レックレスに改名し、 デモ曲のレコーディングや NY を中心としたライブザベロニカズ北米ツアーに同行した。しかし1年ほどで音楽性の違い新しいバンドを作るために2010年6月4日付で初期の TPR を解散。現在の3人を迎えインタースコープと契約し2010年8月30から31日にかけて16歳でメジャーデビュー。2009年 雑誌ピープル氏の企画、最も美しい100人の76位に選出された。その後、GG のオーディションを受け、ジェニファー・ハンフリー役を射止める。撮影期間含め、13歳から17歳まで4年間を、公演。2008年6月、14歳の時にイムグ・モデルズと契約した。イギリスのファッションチェーンニュー・ルックの2010年春夏、コレクションに起用された。 2010年7月15日、カシマ・ドンナが娘と共に立ち上げたブランドマテリアルガールの初代モデルとして1年契約で起用されることが発表された。同年7月22日、秋から始まるジョン・ガリアーノの女性向け香水の広告に起用されることが発表された。これはモムセンのモデル経歴で最も大きな役割である。ビクトリア。 エスシークレットのセクシーリトルシングスラブロックの広告に起用された。2013年6月、モムセン及び新しい契約先である大手、ネクストモデルマネジメントからも無線と契約したことが発表された。イムグモデルズは2010年中に退社していた。これにより、有名モデル事務所3社を渡り歩いたことになる。2009年3月に雑誌、 OK のインタビューにおいて自身のバンドプリティレックレスがインタースコープレコードと契約したと明かした。彼女はアルバムすべての楽曲を書いてギターも演奏すると述べた。インディーズ時代の曲をリリースする気はないが好きではある。バンドはバンズワープドツアーに参加している。ワープドツアー2013年の GTH ツアー10月11日 LA 公演。 では番組で一番中の良かったシー・パオロが応援に来ていた。パオロはマイメディシンのメガボルトにもパーカーを着たナンパ男役で出演。2011年以降は憧れを公言しているエヴァネッセンスガンズローゼス。2012年メタルロックの祭典ゴールデンゴッズアワードでマリリン・マンソンとゼンザ・フェスアワードなどで立て続きに共演。 自身のバンドのツアーを積極的に行いながらも、2014年2月には、ホールアウトボーイのヨーロッパツアーに一部サポート入りを、した。2014年、音楽性の違いにより、インタースコープレコードから、レーザータイレコードに移籍。それに伴い、日本のレコード会社もビクターエンタテインメントに移籍。自主レーベルゴーイン、ダウンインクを設立。 2014年3月12日、セカンドアルバム Going to Hell をリリース。iTunes 限定で Only You をリリース。2014年ゴールデンウッ o アワードで3曲を演奏し、憧れの女性ロッカー・ジョーン・ジェット・ザ・ブラック・ハーツとダブル・ゼータトップのギタリスト、ビリー。2015年2月14日から3月15日までニッケルバックのツアーにサポート入りする。 海外ファンからはかなりの不評。2015年 GTH ツアー中のインタビューで音楽活動への専念と、2016年10月21日にサードアルバム風優セーリング4を世界同時販売。翌22日のアフターショックフェスティバルから US ツアーを開始。音楽制作には外からではなく自分たちでのプレッシャーを感じている。 2017年5月かねてよりファンだったサウンドガーデンのツアー前座を務めていた。17日夜には5000人を超える聴衆に9曲を歌い上げた。翌18日、宿泊ホテルでクリス・コーネルが亡くなったとのニュースで目を覚ました。秘宝に打ちのめされ、その後のツアーをキャンセル。平気な顔をして、こうの場に出ることはできないと判断してのことだ。2018年2月。 前年度のツアーを終え、2ヶ月の休息を経て4作目のアルバムを制作中であると SNS と Q&A で答えた。4月25日も無線はメイン州に別宅を持っているが、そこのソファーで長年の友人でありバンドのプロデューサー、サウンドガーデンツアーも喜んでくれたケイとカンドゥアラが LA でバイク事故に遭いなくなったことが伝えられた。1年を経ずして、 再び打ちのめされたモムセンはべてを放棄して、悲しみに暮れた。そして、悲しみから自分を救うのはやはり音楽であると再び、向き合い、話すより先に歌っていた幼少の頃、自らの気持ちを作詞することで得ていた解放を思い出し、デビュー10年を迎える2020年に向けて、また新たな時代の幕開けをすべく、エレムの頃へ戻ったように制作を開始した。 5月20日4作目の本格始動が本人のインスタグラムより知らされた。11月4日から9日シアトルへマット・キャメロンとのレコーディング入り。2月完成が報告されたが、その後新型コロナウイルスで全てが宙に浮いている状態であること、上半期のツアーを全キャンセルすることが伝えられた。フォースアルバムは2021年前半のリリースを予定している。 5月1日も無線が操作するいくつかの SNS アカウントで、それまでの投稿がアーカイブ入り、黒い画像だけが表示されるようになり、5日に新たなレコード会社フィアレスと契約の旨、レコード会社のライブストリームにも無線によるアコースティックカバー参加が告げられた。全世界で15日世界的コロナ禍の中で、とりあえず新作からのシングルカットとして、 デスバイロックンロールが配信され、5日ほどの動画検疫を経て、世界中で公開された。もともと機関支援を起こしやすいためか早期のうちに、メイン州に避難しているも、無線との電話インタビューが、雑誌、カーンで公開された。この前後にもたびたびラジオ番組や音楽家たち、ファンとも在宅交流しており、海外有志によってアップロードされ、公式 SNS から、 検疫事情を知ることができる。8月以前にラジオとの YouTube で公開したメンバーとのセッション DBRNR アコースティックをストリーミングで配信。新たなジャケットデザインと公式サイト通販でレコード等が販売されている。10月31日ハロウィーンに合わせてアルバム先行ブルームスティックスを公開。2021年2月12日をアルバム デスバイロックンロール発売日と決定され、先行して 25& アンドソイトエントとメガボルトが公式 YouTube で公開されている。2008年10月当時15歳のモムゼンが陰頭感染症にかかり10月19日日曜日よりロサンゼルスの病院に入院したと報じられた。喉が腫れ、一時は命に関わると伝えられた。その後医師により積極的に 抗生物質を投与したため安定してきている3日から5日で退院できるだろうと伝えられた。その後24日金曜日に無事退院29日から g g の撮影に復帰した。2014年1月予定していた北米スノッカーツアーをモムセンのマイコプラズマ肺炎と起因する咽頭炎発病によりキャンセル。2010年1月27日 当時まだ16歳のモムゼンは、ドラマ、ゴシップガールの撮影の合間に喫煙しているところを撮られ、アメリカで問題になった。ミズーリ州では、18歳未満のタバコの購入と所持を禁じている。が、保護者の許可のもと喫煙、飲酒を認められている。また、問題になったのは16歳だが、手元が慣れており2008年、15歳頃の、 ボブヘア時期からタバコを持っている写真や動画がネット上に二つある。またアメリカ合衆国全体で18歳未満の購入と所持を禁じてはいるが、喫煙自体を厳しく罰する州も2018年現在やめる気もない。火が好き、ナイフの収集癖がある。愛犬は白いマルチーズ、縄ペタルで一時期 SNS アカウントがあった。黒が好きで、 ワードローブの90%が黒。残りは白や赤、ダークカラーが占める。レザーや誕生石であるルビーが好きで少なくとも、ネックレス2点、ファンにもらったリングを2点所有している。ヴィンテージショップや1点物を探し歩く。クラブには行かず、家でワインやビールを飲み、最近は緑茶も飲む。NY にアパートとメイン州に湖畔と山林が近い別宅を持っている。 休日には運動は水泳。リラクゼーションには絵描き、彫刻、物書き、読書、TV、映画鑑賞などをするタイプ。マールボロライトボックスを2009年から愛演。GG1 の頃は、私生活でもモムセンっぽくなく、ジェニーらしいようにスタイリストに頼んだが、GG2 からはスタイリストを外し、モムセンらしさを作中でも取り入れるエピソードもあった。有名なアライグマメイクは、 作中の数エピソードに登場したぐらいで、その後は私生活ほど激しくない。冬でもガーターベルトをしていた時期もあったが、10代でも無線の中の流行りは終わったらしく20代になってからは履かず、冬でもジーンズを履くようになった。左上は唇に小さいほくろ、右鎖骨に薄茶色のほくろがある。ピアスイコール、右ロブに2個。左ロブからヘリまで10個。 トラガス1個、ヘソ1個の計14個。2013年左耳見たぶにあった一番下の隙間が埋まり、14個に増えた。タトゥーイコール左脇の下に一つ。1センチメートル角の大きさの黒い星。16歳頃に天体や星柄が好きではないのになぜか、星を掘ったらしく、もはや本人にもなぜ星なのかわからないという胸のインタビューがある。 ロッカーにしてはタトゥーが少ない理由を一番好きな、ロックスター、ザ・ビートルズに、タトゥーはないからとしている。体重イコール49から55キログラム身長に、比例しかなり痩せた体育をしているため一時期、虚食症の噂が立ったが、野菜を多く取り赤肉をあまり食べない、たまにジムに行っている、タクシーに乗るより歩くためであり、虚食症ではないと否定。事実、 アメリカサイズの大きなピザやコーラを飲んでいる写真が多数ある。また下イコール約 90cm3 サイズ、イコール32から23から33イン81から58.5から 84cmB70 靴のサイズイコール US10 イン25.5から 26cm 髪色イコールダーク、プラチナブロンドは脱色。実際は茶系に近い。 10代前半の頃に髪を青色にしたことがある。瞳イコールライト一度目は、日本という国と、今回の震災と津波の影響を受けた人たち全てに、私の思いと祈りが届きますように。my thoughts and hopes are there.with Japan and all those affected by the quake and 津波、数日後にも、sinking of all our friends in Japan.I hope you are all okay 6月に3年。 私の長い足が世間では、かっこいいって思われてるらしいわ。でも実際はこの足ってすごく不便なのよ。この腕と長い足がうまくコントロールできないせいで、よく転ぶの。まるでバンビみたい。長い手足のコントロールが効かず舗装された道で、転んだり、パンツの丈が足りないことが問題だそうだ。えん、ありがとうございます。